続いて猫肌さん、コアラのマーチの女の子の名前はワルツちゃん。まず俺コアラのマーチの女の子がパッと出てこなくて、でよくよく思い出したら、あのいちご味のコアラのマーチの方は確かにコアラにリボンついてて女の子いたわっていう。で多分あのプレーンの方のコアラのキャラクターがマーチくんなんでしょうね。マーチコアラくんで、でマーチだけにワルツちゃんっていう、はーって思ったんですけど、あのだからコアラのマーチってあれコアラのマーチのコアラくんだよってキャラクターがいて、その実際にお菓子にプリントされてるのもそいつなんだけども、でもあの箱で一番目立ってるのはあの変なリアルな疾患の子持ちのコアラですよね。あれがなんかしっくりこなくて、あいつには名前ないのかみたいな。ワルツちゃんとか決める前にあの不思議な若干の図鑑テイストを残したあいつには名前がないのかなっていうのは気になりましたね。リアコアラくんみたいな、リアコくんですね多分ね。コアラのマーチ食いたいっすね、ほんとね。もう好きあらば腹減りますね、ほんとこの時間帯。